どうもこんばんは、アイラバイペイです。ついに待っているものが届きました。早速開けていきたいと思います。届いたのはこちらです。今回頼んだのはアザーハーフのビールですね。こちらはスロットショップの通販で買いました。2020年の年末にアザーハーフが入ってくるのをビール友達に教えてもらってですね、速攻で確保しに行きました。今回アザーハーフは10種類入ってきてて、プラス5種類ウォータリングホールに入ったみたいなんですけれども、通販で買えるのは10種類、そのうちの7種類をゲットしました。アザーハーフはニューヨークのブルックリンにあるブルワリーで世界的に超有名なんですよ。でなかなかね、日本に入ってこないんです。そしてご覧の通りも缶がおしゃれ。私、海外にビール友達が何人かいるんですけれども、その友達が日本に来るときにアザーハーフ持ってきてくれたんですよ。その時にもらったんですけど、めちゃくちゃね、美味しくビールを作るブルワリーだなっていうのが分かってるんで、非常にこれ今回期待してるんですよね。はい、ということで変えたビールを紹介していきたいと思います。1本目、クリケッツ。こちらはピルスナーですね。アリのマークが特徴的なカンデザです。2本目がホップシャワーですね。こちらはモザイクのダブルドライホップですね。3本目がサザンホップアリスティックですね。こちらもダブルドライホップの IPA ですね。4本目はスモールネルソンエブリシングですね。こちらもダブルドライホップのネルソンですね。5本目はグリーンダウントゥーザソックス。こちらダブルドライホップのインペリアル IPA ですね。6本目がシティザットネバースリープスですね。こちらもダブルドライホップのインペリアル IPA ですね。最後7本目がデイドリームソンリー。インペリアルオーツクリームインディアペールエールって書いてありますね。はい、ということで以上7本、この中から、いくつか飲んでいきたいと思います。はい、ということでですね、アザーハーフの中から一つ選んで飲んでいきたいと思います。と言ってもですね、先ほど、クリケットピルスナーですね、あれも飲んじゃいまして、いやー、ピルスナー美味しかった。結構ね、クリーンな味わいで、それでいて、少しちょっと甘い感じで飲みやすくなってましたね。ラベルがですね、アリになってたと思うんですけど、あれが多分ちょっと少し甘いよみたいなところの意味合いが多分あるんじゃないかななんていうのを察しながら、瞬殺でしたね。そして2杯目 IPA、 こちらスモールネルソンエブリシングですね。こちらですね、軽く調べた中で言うと一番飲みやすくて、それでいて、ちょっと評価も高そうな感じだったので、ちょっと一発目これを選びました。はい、ではそれでは早速ついていきましょう。さあ、それでは開けていきます。はい、ということで次ました。缶からもホップのいい香りがしてきますね。ちょっと甘そうな香りもしつつ、ホップの香りもしつつ、色はね、結構濁ってますね。それでは飲んでいきたいと思います。乾杯。飲みやすいね。ホップはネルソンソービンのおそらくシングルだと思うんですけれども、いわゆるそのネルソンソービンの特徴のような白ぶどうの感じですね。そんなところもあって、結構飲みやすく仕上がってるんじゃないかなと思います。度数もね、 6.5% なんで、最近の例えばそのダブルニューイングランドとかに比べると、比較的かなり飲みやすいところに入ってくるとは思います。後味も重くないですね。結構サクサク飲める感じ。爽やかなんだけどホップの苦さもちゃんと効いてる感じですね。苦味が来てスッと切れる感じが結構飲みやすさにもつながってるんじゃないですかね。これキュウリとかメロンみたいな皮の感じもあるかもしれないですね。でもそれでいてちょっとマンゴーの甘いような感じもあって、ホップの苦味もあって、それでいて切れるんで、結構なんか複雑なものがこう押し寄せてわーっと消えていくみたいな感じの味わいですね。シングルホップなんで単一路線の味でこう仕上げてくるのかなと思ったんですけれども、あんまりそんな感じはないですね。結構その複雑な感じの味わいですね。
はい、ということで飲み終わりました。ちょっとですね、短時間に飲みすぎちゃいました。シングルホップのネルソンホップを使った、まあ、白ぶどうの感じの IPA で、メロン系のこう皮のような苦味であったりとか風味があったりとか、ミルキーな甘さもあって苦味もあってすぐ切れていくみたいな、複雑な味が一瞬で押し寄せてこう切れていくような感じだったので、なかなかこう面白いというか珍しいビールなんだなっていうのはちょっと思いましたね。ということで今回はアザーハーフがうちに来たぞっていう動画でした。他のアザーハーフのビールも今後飲んで、いくつかちょっと動画にしたいなと思ってますので、ご期待ください。最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。Twitter、Instagram も概要欄からフォローお待ちしております。それでは、おやすみなさい。